ございます。皆さんこんにちは、アミマリアです。今年の私のパジャマのシンボルです。ということでね、今日はね、ゆるーく動画を撮っていきたいんですけども、新しい相棒をまた購入しました。イエーイ、見える。ヤマハさんのソプラノリコーダーを購入しました。かっこいいね、このロゴとかさ、ヤマハのさシンボルついてるだけでかっこいいよね。ということでね、今日はねリコーダーといえばね、まあ小学校の時に習うと思うんですけど、なんかねジャーマン式とバロック式ってあってね、なんかこの辺がちょっと違うやつ、リコーダーにもね種類がいっぱいある。ソプラノリコーダーだったり、アルトリコーダーだったり、リコーダーもどんどん大きくなってってね、いろんなバージョンがあるんだけど、小学校の時とかで使われるのはジャーマン式が多いみたいです。なので今回はジャーマン式のリコーダーを購入しました。あのね、私の小学校何年生の時だっけ、もしね小学校の時の友達見てくれてたらね教えてほしいんだけど、私の小4か小5か小3かさ、その辺のさ時の担任の先生がリコーダーが好きだったのかわかんないけど、なんだっけ、ご飯終わった後だったか帰りの会の終わった後だったか何だったかもうすっかり忘れたけど、リコーダーのテストがなぜかあったんだよね。で先生が用意してくれたリコーダーのプリントを製本したやつをみんなに配ってて、1ページ目から弾けるようになったやつを披露して合格みたいな感じでやってってたから、全部のクラスがなんかそういうリコーダーを極めてたってわけじゃないんだけど、うちのクラスはなんかそういう先生がね音楽が好きだったのかわかんないけど、リコーダーをねとにかくねやってくみたいなクラスだったんですよ。なのでね、その時にねみんなが盛り上がった曲をねなんとなく覚えてるので、それをやってみたいと思います。ちょっとリコーダーならしでなんか弾こうかな。そのリコーダーのテストとかもなんか誰がどれぐらいまで進んだみたいな感じでみんなでさなんか見合っててさ、もうそこまで行ったのみたいな、ちょっと張り合うじゃないけど、ここまで行ったやつすげーみたいなのとかうちのクラスあったんだよね。あとねこれがね人気曲だったんだけど題名忘れたんだよね。分かる人いたらぜひコメント欄で教えてください。だからさ早く弾いた方がかっこいいみたいななんかあってクラスにこの曲人気だったんだよね。あとね速さ勝負じゃないけどこの曲がどんだけ早くやれるかみたいな勝負が結構クラスであった曲がロッシーニのウィリアムテル序曲、運動会とかで聞いたことある曲だと思います。久しぶりにしてはすごい老けてない、忘れないもんだね。結構吹いてたからねその時期、これをいかに早くやれるかみたいな、みたいな。今めっちゃうまいけどめっちゃダメね。これねリコーダーもちょっといろいろピアノと合わせたりとかやったら楽しいことできるんじゃないかと思って今ちょっとワクワクしてるんだけど、これさ基本 C じゃん、ドレミファソラシドってシャープとか使えないやつなんだけど、ここ微妙に全部押さえずに半分にすると半音になるの、至難の技ですよ。ちょっとそれできたらまたねいろんな曲ができるかもしれないって。でもなかなかねちっちゃいからやっぱ指がつりそうになっちゃう、半音をやろうとすると。
ハーモン、ハーモン、ハーモン、ほら。ちょっと隙間開けるとハーモンになる。すごくない？って感じね。あと、あれ吹きたい。最近、ネットフリックスで話題の世界1位の人気を誇る、イカゲーム知ってますか？もう見ちゃうよね。韓国ドラマなんだけども、そんな世界1枚出されたらね、すぐ見ちゃう。でも、やっぱり、韓国にありがちな、もう容赦なく人が亡くなってしまったり、血が出たりするから、苦手な人は苦手だと思うんだけど、もう、そういうの得意になってしまったアミマリア。もう、見てます。だから、知ってる人は知ってる曲。間もないのにさ、人気すぎて世の中でリールとか TikTok とかでネタバレ流れてくるの、マジでその時はぁってなる。ということで、謎の特技披露でした。ちゃんと吹けてないけど、まあそんなこともできるよっていう、音楽で使えたらいいなって思いましたね。これ袋もかっこいいよね、ヤマハさんって。ほんと素敵。はい、ということで、皆さんは小学校の時とかリコーダーで何を吹きましたか？いろいろ吹いてたと思うんですけど、私はやっぱ先生のおかげでね、こうやっていろんな曲がまだ鮮明に残っててね、こうやって皆さんの前に披露することができてよかったです。ということで、今後リコーダーとのコラボお楽しみに。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私アミマリは音楽も作ってますので、概要欄にサブスクなどいろんな情報が載ってます。ぜひチェックよろしくお願いします。